日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんを応援するポッドキャスト。日本語の先生について。はい、今日も始まりましたね、日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんを本気で応援するサイト、ね、頑張って頑張って頑張ってね、ね、宿題とかたくさんあるだろうけど頑張ってねっていうね、そういうサイトで、そういうチャンネル、そういうポッドキャストですね。宿題大変ですね。日本語学校行くと宿題がたくさん出るっていう話を聞いたんですけど、まあ、うん、まあこれ難しいですね。というのもやっぱりまず会話を、日本語を話せるようになるのは、もうもちろんいつも言ってるように聞いて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 、ね、それが一番なんですけど、やっぱ読み書き、うん、漢字がありますからね。あとひらがな、カタカナも、まあ難しいっていうか、その時間かかりますよね、慣れるまでにね。全然アルファベットとか、まあどこのね国の人かによって自分の使ってる言葉と、まあ、全然違うでしょうから、まあ大変ですよね。それ何回も何回も何回も書いて覚える、ね、僕が小学校の時も毎日もう本当に嫌になるぐらい漢字を何度も何度も何度も、ね、ノートに書いて書いて書いて、もう途中から考えなくなりますね。考えずにもう書いて書いて、手が勝手に動くって感じですね。手が勝手にどん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 漢字を書いていくんです。そうすると書けるようになるんですね。でも書けるようになるまでにもう本当に何千時間、何万時間、ね、まあ、どれぐらい書いてるのか分からない。とにかく書くんですね、日本語漢字を。まあひらがなもカタカナも書きますよ、小さい時はね。でだんだん漢字に移って難しい漢字、それでも未だに書けない漢字があるんですね、うん、もう未だに書けないというか、もうほとんど書けない、ね、っていうのがやっぱりこうタイプして、ね、Eメールとか Gメールとか、まあ間違っ、あ違うか、Gメール、うん、そうか、うん、それは英語の話ですね。英語だとスペル間違えたらこう線が出たりね。日本語の場合はまあ変換ですね。変換、漢字変換を押せばもういくつか候補が出て、ね、これですかこれですかこれですかね。じゃ あこれだな、だ見たことがあれば読めれば、まあ、書けるようになるんですね、タイプの場合は。だからハンドライティングですね、自分でペンを持って書こうとするともう書けないです。うん、多分高校生の時が一番書けて、今はだんだん、まあ、というのは高校生 の試験がありますからね、試験は全部書くんで、うん、なので、まあ、日本語検定ね、日本語能力検定、やっぱりこう書けないとなかなか難しいですよね。日本語、そうですね。なので、まあ皆さんは宿題がいっぱいあると思います。うん、まあ頑張ってとしか言えないですね。うん、まあ考えなくなるぐらいどんどん手を動かした方がいいと思いますね。あんまり考えずに、うん、やっぱこう慣れが大事ですね。あんまりこうなんかこれはこうだったかな、この部首はこうで、こっちは人弁でとか、なんかだからそういうことを考えながらやるのも、勝手に手が動くぐらいにもう何度も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 書く、それが漢字を覚える一番の、漢字を書けるようになる一番の方法かな、ね、いつもように話せるようになるためには聞いて聞いて聞いてですね。でもやっぱ書けるようになるまでにはもう書いて書いて書いて、あと読むっていう手もありますね。読んで読んで読んで頭に焼き付ける、ね、目に焼き付けるかな、目に焼き付ける、うん、でもやっぱでも読めるようになっても、でも書くのはやっぱ書かないとダメだな、日本語の場合は。うん、何回も書いて書いて、ね、漢字は時間かかりますね。頑張ってください頑張ってくださいとしか言いようがないね、いつものように頑張って頑張って。はい、で今日のテーマですけど、日本語教師について。で僕はもうどういう先生がいい先生かという、いい先生と思うかということを前回最後の方にちょっと急ぎ足、
ね、で早くパパパッとね最後なんかバイバイとか言いながら行ったのが、やっぱあの話を真剣に聞いてくれる先生がいい先生と思うんですね。で話を真剣に聞いてくれるっていうのが、そのまあ先生も仕事なんでビジネスでしょうけど、でも親身になって個人として個人的にちゃんとその話を聞いてくれる、で個人的な生徒が個人的な話をしているときはあの真剣に聞いてくれる、で親身になってくれる、これがすごい僕はまず先生としてというよりは人としてですね、いい人だと思いますね、話を聞いてくれる人。そして自分もそれに対してあの自分の意見を言ってくれる先生、ね、自分の、まあ、意見というかその議論だけじゃないですよ、議論ということじゃなくて自分の個人的な話をしてくれる先生が僕はいい先生だと、いい人間だと思いますね。というのも生徒はまあ、自分の言葉じゃないその、まあ、例えば日本語ですね、ここで言うと日本語を使って頑張って自分の家族の話とか自分のこう友達の話とか、ね、恋人の話だったりをあのシェアしてくれるんですね。その、まあ、まあ言わなくてもいい話を、まあ、言ってくれるわけですね、シェアしてくれる、ね、シェアというのもあれか、共有してくれるんですね、自分の個人的な体験だったり話を共有してくれるわけです。で先生は、まあ、これも実は僕が自分が行ってたスペイン語の学校で語学学校で気に食わないというかね、あんまり好きじゃなかったことの一つとして、生徒は割と自分のことを話して、個人的な体験をクラスの中で共有しようとしてるのに、先生は一切自分の話をしなかったということですね。例えば一人先生がいますね。でその先生は、まあ、1ヶ月毎日毎日その先生と話してたけど、その先生が、まあ、本当に結婚してるかも結局知らないし、まあ、恋人の話とか、まあ、これねしなくていいという話も分かるんですね。そのしなくていい、そういう個人的な話を先生はしなくていいっていうあの意見があることも分かります。でもね、スペイン語教えてるんでしょと、ね、スペイン語教えてるんだったらなんかそのいや結婚とか、ね、あの恋人の話とかです、まあ、恋人いなかったらいいですよ、でも多分いるんですね、なんとなくいるっていうのは分かるけど一切その話はしない。でそのなんかそういう話ってあのしますよね普通ね。例えばあのなんていうの、日本語学習者のね人も日本人の友達ができたらそういう話ってやっぱりしますよね。ね、だってそういう話しかしないですよね。例えば若い子であったね、若い人でね、なんかあの最近恋人ができたとかね、なんかあの人かっこいいとかね、かわいいとかね、なんかそういう話しかしないですよね。むしろ居酒屋に行ってその着物の話だったり、お祭りとかそんな話しないでしょうね。居酒屋にいたら普通なんこういうなんか誰がかわいいとかね、そういう話、そういう話しか実際しないんですよ本当に、ね、僕も知ってますよね。あの友達があの日本に行った時はその外国人の友達、日本語学校に行ってた友達結構いたんで、みんななんかあのそんな話ばっかしてましたよ、うん、もうそんな話しかしないんです。でも学校の中ではなんか日本文化とかね、もうそういう話しかしない。で僕が教えることになるんですね。僕が友達としてあのその単語いっぱい知らないから、例えばチャライとかね、いやそれちょっとチャラくないみたいなね、チャラいっていうのは軽いっていうんですね、軽い男、ね、なんかこう、彼女がいっぱい、彼女というか、まあ、女の子がいっぱいいるような人の、女の子がいっぱい、女の子に囲まれてるような男ですね、をチャラい男とか、例えばあとは何かな、急に言われたあれですけど、まあ、とにかくたくさんね、そういう、なんていうの、まあ、チャラいとか先生に教えるとは言わないんですけど、でも先生ももう少し
あの自分をねこう、まあでも分かります、先生も10人の生徒を前に自分の私生活のね、自分の個人的な話をいっぱいするのもちょっとためらいがね、なかなか難しいと思います、ためらいがあると思います、なかなか難しい。だからこそ、先日の前のポッドキャストでも言ったように、マンツーマンであれば、ね、まあ録音したらダメですよ、でもマンツーマンで、まあ、2人だけの話であればもう少しこう深くね話ができるわけです。なので僕はいつも、いつも言うように、やっぱマンツーマンのレッスンとかでプライベートの先生がいた方がいいと思うんですよね。いいと思うっていうのはその話をねお互い、できるんで、ね、話をどん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 する、自分の個人的なこともたくさん話して、ね、先生が信用できる人であればもう外には漏れないですね。なんでどんどん話してください。バイバイ、またねー。